犬飼いたい。黄色よ。パパ、下子のとこにもう犬いたでしょ。もも、うん、右もいた。右はどこ行ったんだよ。ひさこずるいって。ももは高校生の時からもいたんだけど、うん、ね、十何年かな。ママもももとの思い出は結構あるね。だからお前、お前たち、えな生まれる前、あのママともさ、結構ももと散歩に連れて行ったりしたね。遠いとこに車に乗せてね。そうだ、ね、ってすごい可愛がってたんだよね。だからね、あの死んだ時のショックが非常にでかいわけだよ。まあ、そういうの考えたことないと思うんだけど、もう死んだ時全然悲しくなかったでしょ、別にそんなに。でもエナなら悲しかったでしょ。結構エナも思い出あるじゃん、モモとなら。だからそういうのあるから、あのペットは買うもんじゃない、ないんだよ、本当は。子犬でしょ、大きい犬。大きい犬なら外で買うんだよ。ボスだもん。ボスだからさ、チワワ欲しい。ちっちゃいのメス。レミ、オスが欲しいってか。うん、オス。メスの方がいいよね、パパ。パパは女の方がいい。四姉妹になっちゃうよ。何色の犬欲しい。別にね、そういうのはいいんだ。白い。ああ、パパもいい。レミ黒。白って言う。黒はないね。ミニほら、ミニモモ白だからね。パパモモが欲しいんだよ。は？ミニ白じゃない。モモって言ったね。モモ白い犬じゃん。モモが欲しいんだよ。モモが欲しい。モモが欲しいんだよ。どうしても欲しいの？お父さん。あ、桃との思い出がね、お、こう蘇らせたいじゃん。うん、あ、だから桃が欲しいの？桃だ、桃。だから名前桃にする？いや、私も犬ね、いたので、ちっちゃい頃ね、まあ、ペットを、確かに可愛いの。ハムスターの前にいたんだよな。ママも。ママ昔リス飼ってたよ。めっちゃ可愛がった。ちなネズミがいいな。でもさ、結局そのちっちゃいハムスターでもさ、うん、死ぬ時が来るわけで、ね、その死んだ時の悲しみがものすごいわけですよ。ねえ、また死んだの？死ぬんだよ。人間より動物の寿命短いから。またね、飼ったね、あの犬さ、ね、あの死んだらどうする？死んだら、だから寂しすぎるよ。じゃあまた買えばいい。だからパパ買いたくないんだって。また買えばいいじゃんとかじゃなくて、またそんなことっていなくなるの。逆にもうこんな悲しみは味わいたくないって。だからまとめると、オスとメス、もう一回オスメス、はい、多数決。オスメス。オスオス2対3。パパはメスって言ってたよね。いや、え？言ってもダメなんで。うん。見に行くだけ、見に行ってみます？ん？ワンちゃん。うん。ワンコちゃん。見に行くだけ見に行ってみますか？とりあえず。メスを探さなくちゃ、行って。で、それを買わなくちゃ。じゃあ、どうする？行く？行く！行く。うん、ちょっと見てくるから。うん、うん、まずはレッツゴー。レッツゴー。よいしょ。慎重に。慎重にね。あ、動いてる、動いてる、スムージーやってる。ほらほらほら。重いべ？重い？大丈夫？あ、なんか。ただいま。今の新しい家族。どうしますか、どこに。かわいい。待って、リン待って。ん？リン待って。まず、どこに置くの？え、ここのね、ここ。そこなんだ。うん、ドアが開けるのがいいのかな。あ、今鼻見せた。どこ？そっちの方。か
可愛い。あ、そこでいいんじゃない？ここ？うん。そこでいい。テーブルもちょっと前に置いて、そうしますか、じゃあ。よろしくね。ねえねえ、目が見てる。あ、目で、それ目で見るけど、どこにいた？早く出してあげようよ、かわいそう。かわいい、めっちゃかわいい、本当。見てる？よく見たのよ。はい、というわけで完成しましたね。ちょっと。違う。ね。ちな。ね、まだびっくりしてるからね。びっくりしちゃうから。優しくお家にじゃあ入れてあげて。ちょっと待ってください。あー出てきた。震えてるよ。まだだからあれなんだよ。抱っこしたんだ。ゆっくりね、優しく。しっぽ、しっぽ揺れた、しっぽ揺らしてる。まあ、ちょっと震えてる感じだな。喜んでる。喜んでるのかな。あ、ちゃんと。大丈夫。かわいい。ちょっと、だからなんか。誰が？ママ怖がってない。犬がちょっとまだほら慣れてないから。犬が慣れてないで。こんにちは。今日からよろしく。ママ震えてるよ。震えてるね。尻尾揺れてるの。徐々に。首はあまり強くじゃない。徐々に鳴らしていかないと。挨拶してちゃんと。よろしくお願いします。あんまり大きい声出せばダメだよ。ね。かわいい。ねえ、耳ほら、なでなでして。ねえ、マンモー。あれなんか髪ついてる。かわいい。よし。はい、いい子だね、君と。布団に入れてあげた方がいいかも。なんかさ、震えてさ、そうなの。寝てるね。布団に入れてあげた。やっぱまだ一週間はね。落とさないでよ、えな。赤ちゃんみたいだ。だから、まあ6月、名前どうなの？いいの？リボンで。リボンでいいの？あんま大きい声出すんだって、ね。本当にいいの？パパと適当に喋ったんだけど。最初シャンプーがいいって喋ってて、お前たちが反対したから、あの、リボンって言ったら、リボンいいとかって。本当にいいんですか？君たち考えれば。名前リボンちゃんでいいんですか本当に。リボン。かわいい。なんかさ、リボンとかハートがついてる。あれさっきついてたあれどこ行ったの？あのリボンみたいなやつ。あのついてるよ。あついてんだわ。ついてる。何？ほら首はね。かわいいね。大事に育てないとダメだよ。今日から新しい家族だから。あの男が欲しいって言ってたの誰だったっけ？男欲しいって言ってたの誰だったっけ？とえなとレミ。パパとチナは女。チナの方が可愛い。え欲しいって言ってたじゃん。うん、パパとチナは。寝てる。可愛い。でこの方は女性ですよね。もうこの方って言わないで。なんて言えばいいんだよ。姉妹だね。兄弟では。リボンって言ってちゃう。リボンね。リボンだ。あ、リボン。なんも。男。あんまんまんまって。歯かゆいんじゃない？歯かゆいのか。まあ、でもだいぶ慣れたんだよね。慣れてきたんだよ。早く二っこ閉めて。二っこってなんだ。飽きないね、でも。見てても。ね。うん。6月生まれらしいですよ。うん、あのエナとレミと
リボンの行動誕生会でいるじゃないか今度から。6月1だよリボン。はい、ママでも一目惚れしたんだよね。ねリボン。でもさ、死んだらどうする。お前今何て言った。何でするって言うの。なんか優しい目してるよね。うん、かわいいよね。ちっちゃかわいい。タマ買ってくる。見てるよ、ほら何言ってんの。うるせえなって思ってる。まあ環境が急に変わったからほら、うん、もうちっちゃかったんだよ。これぐらい、このぐらいだったの。このもっとちっちゃかったんじゃねえか。もうはだって本当生まれたてだったからね。うん、おてで気をつけなきゃいけないのが、うん、お前さん、あのほら血はちっちゃいから骨折とかしやすいらしいから、うん、だから脅したりとか、あと高いところに登ったりさせるのはよくダメだって。でも抱っこして高いところはいい。ちなみに抱っこできない。ここで寝るの。ここで寝るの。ほらこれここ、ね、これベッドですよ、ね、ここトイレでしょ、うん、でもちゃんとお布団かけないと。ここトイレだよ。うん、分かってるよね、ちゃんと。リボンだからリボンつけたんだ。本当にリボンでいいんだか。何回も言うけど、うん、リボン。それ以外ねえんだべ。リボンつけたんだ。私はシャンプーの方がいいんだけど。もう眠いんじゃない。だってささっき、うん、まあ、それ何それ。だってほら垂れちゃうんだもん。垂れないようにできるでしょ。だって垂れでもそれだって飲みたい時ね、目は我々が目離してる時、うん、飲めなくなっちゃうからさ、うん、そのままにしといた方がいいよ。多少垂れても。ちょっとめっちゃ高いんだけど。めっちゃ舐めてるママもで。あったかいでしょ。お腹空いてんのかな。それとも。ちょっと舐めていい？うん。だからお腹空いてでも食べさせることはできない。ちょっとは大丈夫っつってて、もしお腹空いてそうだったら。ちょっとは食べさせていい。あそこに餌あるよ。ここにあるよ餌。水飲む？ちょっと餌あげてみよう。水飲む？餌あげた。ちょっとだけ。あ。うん？喜ばせる。あ食べてる。可愛い。可愛い。食べた。レミもやる？うん。ちなみにやる。あんまりやるなよ。一個でいいよ。あの、はい、食べさせすぎよ、良くないらしいよ。なんかすごい。なんか喜んでる。うん喜んでる。お腹空いてた。お風呂しっぽ打ってる。お風呂にも入ったから、うん、ちょっとお腹空いたかもね。お風呂？お風呂ほら、あのあそこで、うん。一旦先にやってやって。ほらこれかこれに入れて。ね、レミあげる。あなんかレミ手であげた。あやばい超可愛い。お腹空いてる。腹減ってる。ねちょっと。でも食わせすぎは良くないからって。ねえな、うん、ほら。あ、そのままやるんじゃないってことね。それ入れてやるってことね。怖いのか。怖いお前たち桃とかミニで慣れてるだろ。はい。かわいい。え、なんかすぐ食べてる。お腹空いてたのか。ないよ、うん。もうおしまいだ。な。うん、さあ。飲んだ。飲んだ。さあ、じゃあ我々も飯食うよ。で、後でね、まだやろう。まだ遊ぼうね。うん、じゃあまた後でね。シャンプー。大丈夫。すぐ近くにいるから。ねえ、ちなみにこれご飯食べたい。すごいってるよ、なんか。ねえねえ、なんかこうやってやってるって。うん、まずご飯。ちなみにここでご飯食べるね。あんま大きく出せるびっくりするからね。はい。はい、ご飯食べましょう、先に。うん。手洗ってね、先に手洗ってからね。かわいい。慣れてるのも。あんまり上からやるところがあるんだって。下からね。ほら、なでなでして、ちっちゃん。あ、涙出てる。気持ちいいんだ。上からこうやると怖がるんだって。だからこうやってさ、下からなでなでした方がいいんだって。かせえるね。ここはレミも。いいえ、はい、いくよ
はい、なしな、なんなんだよそれ。はい、チーズ。レモン戻しておいた方がいいよ。なんで？いいじゃん。何した方がいいよって。戻しといた方がいいって。戻してえな。嫉妬してんのか？いいじゃん別に。かわいい。焼き餅焼いてるうちになるもしかして。え、焼き餅って？うん、自分で入るかな、どうだろう、開けてみれば、あ、入りたくないかもね、もしかしたら。ちょっとママにいっぱい抱っこさせて。ママと一緒にじゃあ。やばい、かわいい。なんか涙出てる。かわいい。涙ではないでしょ。ほら見て、これ超かわいくない？ほら、柔らかい。うん、しましたか、今、うん、今、おおおお、はい、痛くないんだ、ほんとね。うん、あ、出てきちゃう。あ、ちまった。かわいそうだけど、うん、仕方ない。だいぶ慣れてきたね、俺。ね、だいぶ慣れ。今、はい。ようやく。立ってる、立ってた。うん。ようやくこの家の住人になったって感じですね。すごい。立ってる、立ってる、立ってる。かわいい。立ってるよ。もともとつけなかった。はい、ね。はあ、かわいい。美味しいだろ。ママ何か言ってた。リボンでいいんですか、本当に。リボン、リボン、リボン。名前決定したよ。名付けの親だよ。リボン、リボン。あれ？リボン、リボン、リボン。うん？何？うん？これ誰描いたの？エナ。舐めて。